えー、2020年の公務員試験合格に向けて頑張っている皆さん、こんにちは。えー、レクセンニ講師の渡橋です。えー、っと今回はですね、コロナの影響で、えー、試験の日程がこう延期されてですね、気持ちの持って行き方などにすごいこう、えー、迷いとか。 えー、悩まれたりっていう風にされている方非常に多いと思いますで、えー、これはもうあなただけではなくてですね全ての受験生が同じような悩みを抱えているというふに、えー、担任相談などでね感じることは非常に多いですですからそこのところで悩むっていうことはですね、えー、決しておかしなことではない、えー、あなただけの問題ではないその点はあの心配をしないでですね、えー、悩むなら悩むけれど 確かに国家一般職の試験とかは延期になったんですけれども、えー、緊急事態宣言は解かれましたでしたがってですねっていうことはもう迷う必要はないでこれからいよいよもう試験が始まるということになろうと思いますですから、えー、迷うことなくもう邁進していく。 で地方上級の試験がまずその乾きになるのではないかなというふうに思いますので、えー、いよいよその試験に向けての最後の総仕上げの時期がやってくるということになります。まあ、これまでその試験まで1ヶ月だとかっていうところでね頑張って調整していこうというところで頑張ってやってきたのに、まあ、そのペースが乱れるといったところで悩まされてきたかと思うんですけれどもこれから先はもう試験はこれから来るというところで間違いないだろうというふうに思いますのでもう踏ん切りつけてです、ね、ここはもうやるしかない。 で大切なことは何だろうかとうう考えたときに、まあ、これからその何を伸ばせるかということですよねでまず少なくともまあ配点が高いところに力を入れることというのは変わらないと思いますですから数的処理とかあ文章理解とか社会科学とかというような教養科目であればその辺の重点科目というのをしっかり力をつけていく必要はありますよね。 でえー、と数的処理とか文章理解というのはこれから急激にビューンと上がっていくということはないと思うんですけれどもあの時慣れが必要ですので、えー、慣れておかないと、まあ、感覚が鈍ってしまうとですからあ定期的にこう問題演習を繰り返してですね、えー、しっかりとその実力を保っていくということが必要だと思います。他方でで社会科学ととかか時事とかですね えー、あるいは地方の方であれば関東型とかね、えー、いろんな方があろうかと思いますけど日本世界理とか配点が一定程度ありますよね、えー、そういった科目知識系の科目っていうのはこれからグググッと伸ばしていくことができると思いますので、えー、しっかりとその辺を力入れていこうというところです。他方専門の試験っていうものがある方っていうのも、えー、たくさんの専門試験の科目がありますけれども法律だったら憲法民法行政法とかですねで、えー、経済言論財政学。 であとは、どの試験でも出るであろう政治学とかですね、えそういった試験にえ共通してもうまんべんなくどこの試験でも出るよという科目はえきっちり重点的にやっておけば、その教養試験の社会科学とかもカバーできますしね、えー、効率がいいだろうというところです。ですから、まあ、あの費用対効果、常に考えて仕事する。 それと同じように皆さんにとっての仕事は勉強ですから、えー、時間対得点ですよね勉強時間に見合ったたくさんの得点が取れるところしっかりとここから力を入れていってほしいというところですそして論文や面接っていったところももちろん配点高いわけですからしっかりと択一の勉強気になるところではあるんですけれども頑張ってやっていただきたいというふうに思います。 で地方上級6月の末に行われるその地方上級を本命とされていた方はそれ以前の試験というので、まあ、肩慣らしをするというか雰囲気をつかむということが、まあ、できたはずのものができなくなっているというところですからいきなり本番が来るわけですよ。ですごいこう心配だとは思うんですけどこれみんな同じ条件ですからあなただけが不安っていうことではないんですよね。 みんな同じ条件なので、同一条件の中でも力を発揮できるように、これから準備していく必要があります。だ例えば、ああ、模擬試験とか、過去の本試験の再現とかですね、まあ、そういったものとかをこう、えー、50代なら50代とかのセットにしていただいてですね、えー、時間計りながら解いていく。だ例えば、模擬試験はやりやすいと思うんですよね。時間配分なんかを確認するにはちょうどいいと思うし、でそういったものでこう解き慣れたりとかしていって、これまでやったものをやっていただくと、まあ、再確認にもなるしね、いいんじゃないかなと。 だその本番の試験と同じ時間帯で測ってですね、まあ、やっていただくとかっていうのがありなのではないかなというふうに思います。で他方国家系の試験っていうのを目指している方についてはあの国家公務員の場合なんですけど、えー、もうちょっと先になっちゃいますよね試験日程がね。けれどあの例えば地方上級の試験っていうのがあで出題される科目っていうのは 国家一般職とかあるいは国勢専門官とかね国家専門職の試験でも共通する科目ってたくさんありますよねだからあの地方に向けてこう頑張ってやっていくっていうことは決してその後で行われる国家公務員の試験っていうところに役立たないはずはないわけですよねですからその点はしっかりと、えー、こう間違いなく前進してるんだっていうことでね、えー、どの試験を第一に考えている方にとってもまずはその6月の末の一発目の試験っていうところに向けて最大限の努力っていうところ をしていっていただければというふうに思います。まあただね緊急事態宣言解けたからといってまああちゃこちゃ遊び歩くなんてことは多分ないと思うんですけれども、いずれにしてもですね本当にこれから先は体調管理に気をつけて頑張っていただきたいという,ふうに思います。一度体調を崩してしまうと、えー、ペース乱れますからね。だから予定していたものが確認できないとかっていうことになりかねませんのでぜひあの気をつけていただければと思います。まあ、本当にですねあのコロナの影響で試験が伸びて 一体いつ試験始まるんだってえ。皆さんは本当にあの初めての体験で、えー、初めての受験でで初めてこんなことになっちゃって、もうたまんないなって思うと思うんですよね。で、僕自身もまあ、こうやって講師として20年弱講師やってますけどえ、こんな風にあの試験の日程が乱れたのって初めてです。で、そういった悩みを受けるね。相談を受けるなんていうことも本当に初めてで、あの初めてづくし、な試験なわけですよ。で、これみんな同じ状況。 でえー、すっごいこう振り回された感ありますけれどもこれあの試験受かってですね、えー、一緒にこう職場の同期とねあのお酒を酌み交わしたりした時に。 あの時は本当たまんなかったよねなんて言って笑って話せるような機会っていうのをきっとね、えー、作れるはずですそういった未来の動機っていうのに合うためにもですね是非これまでの努力っていうのを無にしないためにも、えー、残り1ヶ月とかですね限られた時間ではありますが最大限あの力を尽くして頑張っていただければというふうに思いますあの皆さんの合格を心から祈っております頑張れ頑張れ最後まで頑張れ心から応援しています 以上、土橋からのメッセージでした、えー。皆さん頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。